はい、どうも菊田です。今回はなんやねんこいつっていうね動画なんですけどね、これはよくないですか。うわー、こんな時にこうされて、絶対こっちの方がええやん、なんやねんこいつって思う時って皆さんないでしょうか。まあ例えば僕なんかすごく気になるのがですね、例えばちょっとなんか百貨店かなんかそのエレベーターなんか乗ってて、じゃあまあ自分が6階行きたいと、6階行きたいからエレベーター乗って6階押したと、さあ6階着いたから出ようかと、結構人も入ってたし出ようかと思った時に、こうズガッと入ってくる人おるでしょ。うわ、何この人って思うわけですよ。まあその時に何やねんこいつとかね、出た方がスペース空くから入りやすいでしょあんたみたいな、満員電車じゃないんだからっていうね。あとはなんだ、僕運転するときにすっごい嫌なんですけど、僕自分もスポーツとかしてたし、格闘技とかもしてたんで、球技とかもすごい得意なんで、反射神経はいい方なんですけど、まあかといってね、かといってそんな何もう忍びとか、そのなんかとんでもないプロスポーツ選手でもないので、まあ慢心せずにという過信せずにと思って、まあある程度車間距離空けたり、たね、人によっては危ない運転する人とかもいるんで、まあある程度距離空けるんですよ。まあ都心部とかでやったら逆にちょっと詰めてゆっくり進みながら、変にこう無駄な隙間入らないようにぐらいには進みますけど、一般の普通の道路でこう通りやすい見通しのいい道路で、すっごいくっつける人いるでしょ。車間距離取らず、もうピターってなんか嫌がらせみたいな感じのね、4台あったとしたら1台目プー行ってて、車間距離空けて、例えばこの本僕でもいいし、あなたでもいいし通ってて、3台目グッとくっつけて、もう嫌がらせみたいな感じでこうくっつけて、もうふと4台目はちょっと普通に車間距離空けてて、ここ見た瞬間、対向とかで見た時、うわプーって思いません？何あいつみたいな。逆に自分がやられてなくても対抗で見た時恥ずかしいとか思ったりするじゃないですか。ああいう時もう、まあ何でもそういうね、 なんでこんなこの人こんな風に無理やりやるんだろうとか、電車内とかで、あっはっはみたいな感じのね、もうちょっと抑えて、ちょっと今電車内なんでまた後でかけ直しますねとか、ちょっと小声でね言って切ったりとか、まあ、それってなんかわかるじゃないですか。だけど今ちょっと電車やからね、ごめんなーとか言ったりとかね、あははん、ちょっとねって思うわけですよ。皆さんなんかそういったね、なんやねんこいつって思うシーンがあると思うんですけど、これね、年上年下関係なく、こう年上でもう年こいた50、60ぐらいのさ、もう40とかもういい大人じゃないですか。そういう方でもなんかうわーってなってる人もいますしね、なんだ何この人って思う。で逆に年下でもすごい人間的に、あ、このお金持ってるとか金持ちとかそういうのじゃなくて、あ、この人に対して俺人間的に負けたな、すげえなって思う人もいるじゃないですか。わ、なんか、まあ、悔しいところはあるんだけれども、あ、こいつすごいなって思う人で、まあ、今回はその、まあ、そういう、まあ、全部がそういう人じゃなくていろんな人がいるんでだけれども、僕がねこう、あ、なんだこいつとか何これって思う時に思う、このなんていうかね、魂というかなんていうかな、いい話があるんですよ。これ誰から聞いたか忘れましたけど、生まれ変わりの話なんですよ。人間ってね、こう前世今を生きてきたら今度もう来世に転生するっていうね、でことがあるんですよ。まあ魂っていうものがあって、まあちょっとこれ魂とかって言い出すことね、まあ、宗教臭い感じがするんですけど、そういうことじゃなくて、なんかこの星ってさ、魂と体と、あ、魂と考え方と、その体でできてるっていう、魂があって、それをとは自分の中の体がとか考え思考っていう、まあ言ったらマインドとかね、まあ、そういったものがあって体が整っていく、言ったらもうそういう流れっていう。で皆さんこの考え方とか、その体っていうもの、表面的なものにねよく行きがちなんですけど、魂っていうものがあってね、まあそれがねこう
よくね、転生とか前世とか、来世とかっていう時に、人間はなんか人間で生まれたらまた人間に生まれ変わるみたいな感じのやつもありますけど、ちょっとね、僕ね、そういう考えじゃなくて、その話はね、何やったろうかな、人間の時になんか徳を積んでないと人間になれないみたいないう話で、死んでから49日間、まあ49日間の間に次人間に刺すか違う生き物に刺すかとか物にするかみたいな感じ で、こう植物とかにするかっていうね、裁判みたいなのがあるらしいのよ。まあ、あるかどうか知んないよ。でもまああるとして、でその45日後に新しい命として生まれ変わるっていうやつがあるやけど、これね、スペインかどっかのね、昔女の子が、8歳か忘れたけど女の子がいて、前世の記憶を持ってたんやって。でその前世の記憶を持ってたまんま生まれてきた女の子が違う地区のとこに、なんか家族と旅行に行ったわけよ。行ってなんかそこで行ったら、あ、ここって思い出があるって、家に帰れなくちゃって言い出すんですって、その女の子が。でその女の子の親も、何言ってんだこの子はと思って、でもまあ言う通りに案内されると、全部そのものが全部あるわけよ。例えばそこの女の子が、この先こういうお店があるって言ったら、そのお店があったり、家があったり、そういう景色があったりで、言ってる通りに言ったら、結局その子の家とかが言ってた家があるわけですよ。で言ってた通りの家らしいって。で不思議に思って結局調べたところ、結局そこのまあ、女の子が言うには、私は前生まれてた時に、3歳か4歳かなんかで亡くなって、親はこういう人でこういう人、家はこんなんでって言って、いうことを言ったんです。で、実際その、ね、そこの女の子が言ってた家のとこに行くと、実際その夫婦がいて、で話を聞けば3歳の時に亡くなって、どうのこうのだって、でもう親もその通りの顔というかね、風貌の人なんですよ。でまあそれからまあその子が言ってる話は一緒で、まあ親も結局、あ、その子は体は違えど魂がその子だって言って、親ですみたいな感じで、こう問題、一時期問題になったらしいんですけど、まあまあ変な感じですよ。でまあそういった風にね、なんか魂って転生するんやって。ただその時にこう、今回言った、何やねんこいつって思う人がいると思うんですけど、その時にね、やっぱり自分たちもこう人間だから、イラッとしたりとか、もうわーって思ったりするじゃない。で僕もね、やっぱ人間なんでするんですよね。でその時にいつもこの話を思い出すんですけど、人間に生まれて徳を積んでいった人って、結局こうやっぱり人間できてるんですよ。何回もこなしてるから、モラル的なとか、そういう周りが見えたりだとかってするわけで、あなたの周りでそういうちょっと、あ、この人何ですかこの人って思う人は、なんか電車内とかで携帯 で大声で喋ったらあかんって言うてんのに、みんなにこう迷惑な人もいるからね、言ってんのに、わーってか言うてる人はね、その時にイラッとする人もいるでしょう。その時はね、あ、この人1回目なんや人間って思ったらいい。だってそうでしょ。例えば40とか30ぐらいのさ、まだ20代でもいいわ、すごい人間できてんなとか思ってる人いるじゃない。出会った時にさ、もう話しても全然こう話してるこの規模が違ったり、例えば本当に何、昔のヘレン・ケラーとか、そのガンジーとか、すごい平和にこう物事を考えて、人のためにとか周りのためにこうやってうまくいこうさせていこうよとかっていう人ってさ、あ、もう人間何回も、いやもう何十回ってやってると思うのよね。だからもう分かってんのよ。だけどこう人間初めての人とかやったら、こう分かんないわけよ。よくね、なんていうかな、魂の話する人とかって結構成功者とか偉人の方でもいるけど、もう僕斉藤ひとりさんとか好きだけど、斉藤ひとりさんとかはね、そういう人はね、魂のレベルが低いっていう、魂レベルが低いからなんかずかずかいっちゃうし、自分その人はまだわけ分かってないんだよって、
魂レベルは低いから。じゃあ魂、そういうことに気づいてあげて、そうしたらみんなに迷惑かかるよ、そういう人が嫌な思いするよっていうこと分かってないけど、あなたがもし分かってるだったら、あの人まだ人間1回目なんだとか思うと、ちょっとね、怒ったらあかんと、楽になるというか、あ、そうなんだって、対等にか物事、相手を対等に見るから、すごくなんでこの人これぐらいできないんだろうって、イラついちゃうところってあるじゃない。それじゃなくて、相手はすごい、まだ初めてなんだとか思うと、もっとゆとりができる。うん。で、僕もいつやっぱりこう、人にこう、なんか教育したり教えたりするときに、なんでここできへんねんとかね、昔従業員、初めてこう、何年前、6年か7年ぐらい前に、初めて人を雇う、社長というかオーナーとして初めて人を雇った時に、なんでこいつこれができへんのかな、なんでこの、お客さんのこれ分かってあげれないのって思ったことがあるんですよ。その時にイラーってしたんですけど、その時に先輩に、先輩かな、なんかまだ知らん、知ってる知らないで全然違うし、まだそこまで人間発達してないだけやねんみたいな感じで言われた時にちょっと楽になったんですよ。ああ、そっか、とか。対等に見るから、腹立つねみたいな。対等に見たらあかんねん、まだ知らんねん、その子は。って言われた時にすごい楽になったんですよね。ああ、まだ知らないんだ。それはもう年上でも年下でも関係ないですよ。知らない人は まだね、知らなかったり、そういう経験がなかったりもあるやろうし、もう極端な話、根本的に魂自体が人間が初めての方もいるかもしれないんで、だから、そうすると、もっと心に余裕を持ってね、取り組んでいけるんで、例えば変な風にね、こういう発信をした時にちょっと叩いてくる人とか、やっぱりね、こういるわけですよ。お前みたいなやつがみたいな感じで、うっせえよとか言う人もいるかもしれない。でもそれは、見方によってはまたこう、取り入れる枠がね、自分の中で広がればいい。広げてね、見てみたらね、またね、優しくなれるから。ということで、何やねんこいつって思う人は、基本的に人間初めてやと。それでちょっとうまくいかなかったら、そうやって人に迷惑ずっとかけていくような人だったら、もうこれは、来世は、虫かもしれないし、ね。わーわーわーって言うてても、結局踏み潰されたりする運命とか、たどるけど、ちゃんとね、徳をちゃんとね、組んでいったりとか、人のためになんか商売とかでも、商売するに、ビジネスするにしても人に貢献できるものを考えていこうとか、ちゃんとこの人とのコミュニケーション、交流関係でもお互いにウィンウィンになれるような形で、どう取り組んでいこうか、どうしたらみんながウィンウィンになれるだろうとかって考えながら、こう、プライベートの、もう人間交流、仕事でもいいし、商売でもいい、顧客との、お客さんとの交流でもいいけど、そのウィンウィンの関係を作れるようにどう考えていくかっていうことをね、やっぱ考えれる人は基本的にやっぱ徳を積めるし、それで文句言ってくる人は基本的にまだ人間、初めてとか言う人もいるから、そこで変に気にせずね、大丈夫だから。分かってくれる人は分かってくれるから。だからそれで、どん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 こう気持ちに心に余裕を持ってどんどん過ごしてみてはいかがでしょうかっていうね、はい、まあ魂磨いていきましょうっていう話でした。じゃあ、また何かいい動画があったりとか、いいことをシェアできたらなと思ったら、また動画アップしたいと思うんで、チャンネル登録、下にもまたね、メルマガとかも、無料の公式メルマガとかもやってるんで、ぜひご覧になって見てみてください。以上、キクダでした。じゃあね。